ちょっと怖すぎて泣きそうなんですよ。どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ今回すごい方来ていただきました。もうね嬉しいんですけども、大人気オカルト YouTube チャンネル七代家よりですね、七代さんです。お願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくします。いやよく来てくれましたね。いやいやそうなんですよね。よく出していただきましたね。いや何言ってんですか。あと、はい、めちゃくちゃ今日派手じゃないですか。そうですね、めちゃくちゃ派手です。皆さんすごいんですよ。最初お会いした時に、はい、マスクもしてましたよね。あ、そうですね、マスクもしてましたし、どんなマスクしてましたっけ今。まあ、白い普通のマスク。いや今そこにしてる。あ、一回マスク出していただいてはめていただいていいですか。今のやつは、ね、あれですね、おはようございますだった瞬間にどんな格好だったかっていうね、ここにマスクもされてたんですけども、ね、まあ、どんな感じかと言いますと、こういう感じの、まあ、ショッキングピンク。そうですね、ピンクのマスクに黄色のもう柄シャツ。もうただただ柄が悪い感じなんですけど、ちょっと今日ホリプロの警備員がざわついてたっていう情報があったんですけども、まあまあまあ、犯人あなたでしたね。まあそうですね、一発で見つけてもらったの。あ、七代です、下にいます。あ、どうもこんにちは。いや、ちょっと前にね、テレビの方で共演させていただいた時とまた全然違うから、はいはい、そうですね、多分全然違いますね。前回はなんかこうもっとこう普通のシックというか、まあ白っぽい格好、そうそうそう、まあ普通のなんかベージュのパンツみたいな感じのでしたよね。今日テーマ何なんですか。どうしたんですかね。ちょっとまあ瞑想ですね。でしょうね。瞑想してます、ずっと。全然瞑想してきちゃったんだよ今日ここに。いやもうあれですよ、もうやっぱ出れる喜びとこう階段を喋るという、 こう緊張とみたいな、もうこうテンション上がりすぎて、あーガラシャツって言ってきたんです。で、あと皆さんもお分かりの通りね、見た目ちょっといかついというか怖そうなんだけど、話すとただの面白いお兄ちゃんなんですよ、ね、いやいやありがとうございます。本当に裏側もずっとなんか、はい、ふざけてますもんね。ずっとふざけてますね。ずっとなんかちょけてますね。でもね、やっぱりその七代家というチャンネルはやっぱりオカルト界においてずっとこう、まあ、孤高というか、はい、ストロングスタイルで怖いものを突き詰めるっていうね、ちょっとそういうチャンネルだから、はいはい、だから今回こうやって出ていただくとか、はい、っていうのもちょっと嬉しい反面、びっくりって部分もあったんですよ。まあそうですね、確かに、まあ、去年までとか全然コラボしなかったので、うん、もうちょっと今年入ってからですね、なんか大会出たりとか階段のとか、まあ、コラボしたりとかで声出させていただいたりとか、結構急ですね。で結構やっぱ周りで言われるらしいですね、七代さんってこんな気さくだったんだって。そうです、会う前はちょっと怖い印象を持たれてた方が多い。いや思いますよ、そういうふうに思ってる方。そうでしょうね、きっと。いや会うとね、本当にいい意味で裏切られますんで、ね、皆さんもね気さくな方ですから、声かけていただきたいと思うんですけども、はい、もうね宣伝も必要ないと思いますが、いやチャンネルが皆さん七代家ということで、そうですね、はい、どんなチャンネルでしょうか。まあ、そうですね、まあ、七代僕自身も階段をやっているっていうのもあるので、階段動画も出してるんですけど、階段もなんか一発一発のなんか階段を怖い話をするっていうよりかは結構詰め合わせて作業用とか睡眠用で聞けるみたいな、はい、プラスなんかこう心霊系とかも扱ってて、まあ、例えばうちのチャンネルとちょっと特殊なのが、その心霊、まあ、幽霊そのものがレギュラーにいるっていう。だいぶ特殊なチャンネルで、そういうのを込み込みで結構まあバラエティ豊かなホラー系雑多チャンネルみたいな感じですね。でメンバーの方もね他いらっしゃったりもしますけども、はいはい、なんか最近だとね、シンガーソングライターの方とコラボもして、あ、そうです、階段のイメージがないんですけど、そうですね、全くホラーのイメージなくて、ホラーも幽霊とかも全然そんな分かんないけど、もうなんかこう幽霊の方に、まあ、幽霊 の恋愛ソングを歌われてる方だったので、幽霊の恋愛ソングを歌っているシンガーソングライターの方、そうです、はい、もうそれで情報多いんですけど、その方がうちのレギュラーの幽霊の方に歌っていただくと、うん、あと52回説明してもらってもいいですか。そうです、あとじゃあ52回やりますので、幽霊の何回でもいきますっていう、ファンの方からも、はい、ごめんなさい意味が全く分かりませんっていうコメントで書かれてましたね、もう、どういうことって52回ぐらい説明しようかなと思ってとにかくですね、皆さん見ていただいて、もうねたくさんの方もご存知かもしれませんけども、改めてチャンネル登録そしてグッドボタン、はい、もうね、このチャンネルの方大好きな方もちろん多いと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあいよいよですよ、
この感じで今日どんな階段があって、そうですね、だってもう階段は500本以上ねお持ちだから、そうですね、たくさんありはするんですけどって感じですね、うんうんうん、どういった話を持ってきていただいたんですか。まあ、ちょっといくつかちょっとうちの YouTube チャンネルのメンバーシップで、はい、なんかこう何喋ってほしいって聞いたんですよ。おお、嬉しい、ありがとうございます。あの島田さんとコラボするんだけど何喋ってほしいって言って、まあ、いくつかいただいた中に、あ、これ喋ろうかなっていうのが1個あったので、うん、それから喋ろうかなっていう感じですね。まずはお願いいたします。はい、これあれなんです、うちの YouTube チャンネルの、視聴者の方から寄せていただいた話になるんですけど、その方が大体その時多分20歳ぐらいだと思うんですよね。で、車の免許を取り立てだったんですよ。男性の方ですか。男性の方です、はい、そうです。で、まあ、免許を取って、でその、まあ、車もちょっと親にねこう買ってもらったりとかして、まあ、せっかくだからドライブとかいっぱい行きたいなと思って、最初一人で結構ドライブとか行ったんですけど、まあ、だんだんこう、まあ、目的もないから、まあ、だんだんなんかつまらなくなってくるんですよね。でそれでちょっと友人の、まあ、ちょっと仮ですけど王君っていう友人がいて、その王君を、まあ、助手席に乗せてちょっと二人で深夜ドライブ行こうやって言って、よくまあ仲いいんでよく行ってたんですよ。でそれでまあ何回かドライブ行ってるうちに、それもまただんだん飽きてきて、まあ、乗ってる最中に王君が急に、そう、この道ずっとまっすぐ行くとあのダムあるでしょうと、そこって心霊スポットだからさ、ちょっと行ってみようよと、まあ、そういうふうに言ってきたんですよ、はい、でそのダム、あそこですね、秩父あれじゃないですか、うん、埼玉、はい、浦山ダムってまあまあ心霊スポットでも言われたりとかしてるような、はい、知ってます、ダムですよね、はい、周りに結構廃村とかも多いような、でその浦山ダムに行ってみようって話だったんですよ。でバーって走って行って、であの浦山ダムの入り口のところに多分駐車場があるのかな、でその時も平日の夜だったからだと思うんですけど、車が全然ないんですよね。ガラーンとしてる駐車場、どこでも止め放題って状態で適当にパーって止めて、じゃあちょっと懐中電灯を持って周り回ってみようかって話になって、で2人して降りたんですよ。で懐中電灯照らしながらバーって歩いていって、で時々こうなんかあのシャッター切ってこうね写真撮って、なんか写ったらおもろいなって言いながらこうやってたんですけど、まあ何にもないんですよ、うん、まあ、声が聞こえるとか、なんか気配がするとか、なんか怖いこと何も起こんないねと、まあ、心霊スポットって言ってもこんなもんかと、まあ、そんなこと言いながら、まあ、引き返してきたんですよ、はい、で引き返してきて、じゃあもうなんかどっかで飯食って帰るみたいなこと言いつつ、駐車場の、まあ、自分の車の方に歩いて行って、まあ、鍵をチャラチャラ出しながらパッて見たら、自分の止めた車のすぐ横に銀色のバンが止まってたんですよ、うんうんうん、でなんでこんなにめちゃめちゃ空いてるのに俺の車の隣に止めてんだろうと、うん、まあ、それちょっと気持ち悪いじゃないですか、はい、なんか気持ち悪いなと、まあまあいいかと思いながらこう近づいていって、帰るべって言いながらこうガチャガチャってやってたら、後ろからおいおいって言って急に言って、王君が言ってきて腕を引っ張ってくるんですよ。でおなんだよって言って、あ、やばいって言って急にうわーって叫び始めて、そのまま腕をガーって引っ張っていって、駐車場の、まあ、近くにあった公衆トイレまでガーって引っ張っていって、で男子トイレ中入って個室も閉めて2人で個室入ったんですよ、はい、おいおどうしたんだよと、何があったんだよと、もう確かにあの俺の隣になんかあの銀色の車止まったけど、だからもうなんだよって話をしたら、その王君がお前何言ってんのって言ってくるんですよ。えって聞いて、銀色のバンだってそんなもんなかったぞ、えって言うんですよ。じゃあなんでお前何見て指さしてたんだよって言って、駐車場のスペースって全部白線で区切られてるじゃないですか、はい、白線の内側ちょうどその彼の車の隣のそのスペース、王君の目には銀色のバンがあったんじゃなくて、ものすごい大勢の人数人間がぐちゃーって絡み合ってギューってすし詰め状態で塊でそこにぐちゃ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 っていたんです。そのうちの先頭の方にいた何人かがギュッて顔を上げてニッて笑ったの。来られると思って王君は腕を引っ張ってグワッと逃げたと。そんなことをトイレの個室の中で急に言われて、はい、おい何言ってんだよ、そんなわけには銀色の番だったらさっきあったの、何言ってんだよって言ったけど、ちげえよっていうバーって言い合いになってた。そしたらピチャッピチャッって音が聞こえてきて、それがトイレの入り口あたりから個室の方に向かって、まあ、水が滴るような音がピッチャッピッチャッピッチャッって近づいてくると。で自分たちで個室の前で、まあ、もう中にいてうわーって言ったけど、その音聞こえてきてピタッて二人とも喋るのやめて、うん、じーっとしてるとピッチャッピッチャッ
ピッチャって言ってもう確実に個室のドアの前にいて、そこでボコ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 ってなんか言ってるんですよ。水の中になんか潜ってるようなこうあぶくのような音なんですよね。うわっと思いながらこうじーっとしてる、じーっとしてるとその向こう側にいるものもボコ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 って言いながらピチャッピチャッボコ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 ってずーっといる。うわーってこうじーっと黙ってたら、しばらくしてからピチャッピチャッピチャッって遠ざかっていく、はい、うわよかったって言いながら、しばらく経ってからもう気配がなくなってから出てきて、まだいるかもしれないから早く帰ろうって言って、でとりあえず2人とも慌てて車のとこに行ったんだけど、そのさっき言った銀色のバンっていうのはなくて、ないんですね。あ、じゃあとりあえずもう車乗って帰ろうって言って、でもう一目散に帰ってったんですけど、そんなことを経験したら怖いんですよね、めちゃめちゃ、で怖すぎてちょっと一人暮らしの家に帰るの嫌だから、ちょっとおうんち行っていいって言って、でいいよと、俺もちょっと怖いしって言って、で結局ちょっと酒買い込んでおうくんの家に行ったんですよ、はい、で朝方までとりあえずもう酒飲んでごまかしつつ、で日が昇ってきたんで明るくなってきたから、あちょっとまあ、あの気分もねちょっと暗かったから怖かったけど、まあまあちょっと明るくなったしそろそろ帰ろうかなと思うよって多くに話して、あ分かった分かった、じゃあ気をつけてなって、じゃあまたなって言って玄関まで見送りに来てもらってて、で玄関の取っ手にこう手をかけた瞬間にドアの向こうからゴボ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 っていう音が聞こえてきて、うわってこれ立ち止まって、多くん後ろで腰抜かしてるんですよ、はい、うわって言ってる間にもゴボゴボゴボっていう音とピチャッピチャッって音がずっと聞こえてて、次の瞬間その向こうから次はいつ来るのって言われたんですよ。でそのままゴボゴボゴボって音が遠ざかってってピチャッピチャッピチャッってなっていって、ことなきは得たんですけど、あれ一体何だったんだろうなと。自分は銀色のバンに見えてた、でも多くには人間がぐわーって絡み合ってたものと、であのゴボゴボっと音とピチャピチャっと音、まあ、きっとダムと関係してるのかなと思うんですけど、いまだによく分かんないですっていう、まあ、そんなことがあったんですっていうお話でした。ちょっと怖すぎて泣きそうなんですよ。はい。いや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 、とんでもない話ですね。そうですね、メンバーシップの皆さん、なんていうことしてくれたんですか。まあ、だいぶ凶悪な提案したなと思ったんですけど。相当な話、これいいんじゃないですかっていうふうに言っていただいた話、そうですね、刺さりまくりなんですけど。すげえ話ですね。そうですね、だいぶでも気持ち悪いなっていう、銀色のバンに見えるギューッとした人の塊、はい、だからそれが車の形に見えてたわけですよね。多分そうですね。でやっぱりギュッてなるにしたらもう本当に10体じゃ効かないですよね。20体ぐらいの、もしかしたらもうそれがだいぶ絡み合ってる状態で、そのうちの 2,3 人か分かんないですけど、先頭の方にいた、まあ、人物たちがグッて見てきたっていうってことですね。でやっぱりこうピチャピチャっていう音ね、うん、まあ、ダム、まあ、そうですね、ですもんね、うん、でゴボ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 っていう音も水の音じゃないですか。もしかするとまあただのね憶測ですけども、やっぱダムに落ちて亡くなってしまった方たちの集合体のようなもので、で次はいつ来るのっていうふうにもうやっぱり仲間として引き込みたいんじゃないかっていう、そういうようなもう一つのなんか形になったものに見初められてしまったのかなとか、そうですね、なんかそういうふうにはまあ、聞いてて感じましたけど、なんかつながってきますよね。ですね、結構つながってはいるなと思いました。僕最近ね、はい、階段で本当、はい、怖いなと思うのが、はい、例えばたくさんの方が亡くなってしまう交通事故現場とか、はい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 、たくさんの方が事故で亡くなってしまった、うん、そのね崖とかっていうところっていうのは、うんうん、まあ一人一人に接点はないんだけど、いろんな方が亡くなってたりすると、その亡くなった方たちの思いとかがぐーって集合体になって、うん、ある意味一つの化け物みたいな存在になり、うんうんうん、次の仲間を引き込もうとするっていう話、うん、結構聞くんですよ、はいはいはい、ありますね。
うん、ありますよね。ありますあります。魔物系というか化け物系ね。魔物化してしまったって、ね、そう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 、ね、元は一体ずつ亡くなった方だったりするのにこう集まって得体の知れないものになってしまってるっていう。で次を引き込もうとする、もうだから無差別に次の犠牲者を呼び込んでくるっていう、もうとても怖い存在、はいはい、でこうなってくると例えば一体の霊であれば、はい、除霊はしやすい、うん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 、だからね、その話をしながら、はい、こういうことで悔やんでたんだねってことでこうね、うん、お祓いができるかもしれないんですけど、はい、そうなっちゃうともう意思を持ってなくって、うんうん、ただの殺戮マシーンと化してるから、うん、除霊もすごくしづらいんだって話聞いたことあるんですけど、はい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 、なんかその話がすごくちらついてきちゃって、でさらにぐーっと集まった集合体の魔物っていう話はなんかこうイメージであったんですけど、そういう風に集合体になっちゃうんだっていう、うん、だからすごいちょっと特殊だなと思いましたね。なんかはい、やっぱこう、まあ、以前聞いたことの話だったら、例えばこうよくこう自殺者が出る橋とかで飛んだその先の、まあ、イカの、あの河川敷というかそういうところで、まあ、亡くなった方多いからそこから手が伸びまくってるみたいな、うん、それは聞いたことあるんですけど、まあ、それはまあ集合体というかみんなそこにいるからいっぱい手が出てくるって感じですけど、まあ、なんでそんなにぐちゃっと集まってるのかもわけわかんないんで、ちょっと他にもあんまり聞いたことない話だったっていうのもあって、こういうふうにちょっとあの、まあ、怖かった、自分としても怖かったこう 体験がいただいた話だったので、こうちょっとたまに話したりしてるって感じです。いやもう何がやった、多分これ聞いた方ね、駐車場に行って横に銀のバンが止まってたらもう最悪だなって、最悪っす、確かにそれは嫌ですねガラーンとした駐車場で自分の車の隣に銀のバンがあったらもう絶対それやんってなる。違う違う、絶対そうなわけないんだけどうわー、僕も車運転するだけに嫌な話聞いちゃいましたねだってやっぱりダムはね、そうですね、やっぱまあいろいろあるんだなっていうのは、そうですね、思いましたね。いやごめんなさい、失礼な言い方かもしれませんけど、さすがですね。いや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 、話もめちゃくちゃ上手で臨場感もあって、いや本当泣きそうなぐらい怖かったです。いやありがとうございます、ありがとうございました。いやいやいや、改めてですね、七城家、はい、七城さんを中心にですね、いろんなこう怖い、ね、コンテンツたくさん上がってますので、皆さんぜひぜひチェックの方、概要欄貼っておきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ポップなクロちゃんではないです、はい、ポップなクロちゃんではないです、ね、ないですもんね、ごめんなさい、クロちゃんではないです、ごめんなさい、すみません、すみません、すみません、ちょっと途中確認だけさせていただきたかった、ね、時々あの間違われるんですけどでもすごい優しいね、はい、お顔されてましてね、話すとすっごい気さくな方ですので皆さんぜひご安心ください。いや素晴らしかったです、ありがとうございました。七城家より七城さんでした、ありがとうございました。ありがとうございました。